はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。今回ドラゴンクエストビルダーズ2やっていきたいと思います。今回は新しく増設した部分がねたくさんありますんで、そちらを見ていただきたいと思います。はい、ちゃっかり水汲んでんなこいつ。今回はですね、この水中訓練所を作りました。この水中訓練所でね、まあ、動いてくれるところを見れたらいいなーっていう感じ。外観も結構手の込んだ作りにしてあって、まあ、懐かしの土ブロックコロシアム形式ですね。これはもう1の体験版の時に天空のエリアでよく使った手法なんですけども、今回ね、使いました。本来はね、ここで使いたかったんですけどね。まあ、しょうがない。このコロシアム的な感じでね、やりたかったんで、水中訓練所作りました。まあ、これはね、また見れたら見ますけど、まあ、今回は、キュートアグレッシブ内容になりますんで、よろしくお願いします。はい、見てください、これ。ちょうどやってくれましたが。いいですね。これを取れるのは取れ高高いぞ。はい。まあ、これも僕の計算のうちです。用意しておきました。まあ、もう一個ぐらいこれあってもいいかなとも思ったけど、まあいいでしょう。はい。キュートアグレッシブなんでね、閲覧注意でお願いします。はい。こんなところも作ってみました。じゃーん。まあ、テーマはね、自分だけ助かろうとしたやつがどうなるかっていうとこですかね。では、その意味も踏まえて見ていきましょう。まずついてこさせます。でね、ここら辺のね、作りとかも結構なんかこだわってやったんですよ。こんな感じでね。竜王になってくれる部屋あるじゃないですか。あれがね、アップデートでもう NPC が竜王になってくれなくなっちゃったらしいんで、まあ、そこがあるせいで今回ね、僕はもう竜王の部屋作んなくなっちゃったんですけど、はい、まあそんなことは置いといて見てみましょう。でテストプレイしてないんで、ここら辺がどうなるかは分かんない。マグマで傷つけてはいたけど、この茨はねまだ試してないんで、どうなるか、まあ、僕の思う通りになってくれることを祈る。全 NPC 入ったかな。全 NPC が入ったら戻していって、はい、はい、来たー。やっぱり今回はね、もう考えたよ俺は。我先にと上がってきたやつが集まって弾け飛んじゃうみたいなね、そんなとこでございますよ。はい、ドンドン。助かったわ、あれー、助かったわ、私たち助かったので、あれー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 あれふう、私が助かるのよ。みたいな、はい、見事な作りでしょ。いや、思った通りで今回はね、やったぜ。考えましたから。これ一個ね、ここあえて茨を置いとかないと、はい、置いと、外しておかないとね、もうそもそもがこのはしごを登るのを敬遠してしまうんでは、あえてここにスペースを空いてく置いとくんですよ。開けとくんですよ。すいません、カミカミで。それからのこれですからね。だからみんなこのワンスペースを目指して登ってくるんですけど、人が集まっちゃうとバコンみたいなね。谷間を見ちゃうぞ。おい、どけこら。全員谷間見れるけどね、うちはバニーと水着しかいないんで、服装が。お、助け合い精神か。落ちました。いや、今回はね、こんな思ったよりうまくいくと思わなかった。いや、もう皆さんね、僕の動画見てくれてる方だったらもう本当これも分かってくれると思うんですけど、めちゃくちゃ苦戦してるじゃないですか、 NPC 操るの。前回マグマ使った時とかひどかったからね、本当に何回ガラスプレート壊したりとか茨壊したりとかしたんだろうみたいな、
切ない動画が多かったんですが、今回は予想以上にうまくいった。だけどね、なんだあれ、なんで脱出してんだろう、うん、俺ちゃっかり脱出してるやついいんぞ。あのうっすら見える白い皿みたいなのはね、多分プレートを持ってるバニー色のやつなんですよ。いや、なんで、うん、この疑問は本当になんで、なんでなんで、なんで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 、謎だね。うん、茨で弾かれてポップしたんだとしても、この外壁の外に行くはずがない。でもダメージは食らってるから、どういうこと？はなから全員このマグマに入れてなかったわけではないじゃないですか。いやー、謎は深まるね NPC。 なかなかはもう考えさせてくれるね。うん、素晴らしいよ。もうちょっと見て今回終わろうかな。できればね、訓練場を動いてくれるところも見たいんだけどな、水中で。死んじゃってんね。いずれ、一回風のマント使えばこうやって、おすげえカオスなことになってる。おこんなのバイオハザードでしか見たことねえぞ。おい、すごいねこれ、カオス。 This is カオス。すげえ。まあ、これ風のマントを使って集めてるんですけど、全員中に入ってると思うんだけどな。なんで脱出しちゃってんだろう。見たいね。出ていく姿も、あー、あそこから出てきたね。あ、わかったかも、ちょっと原因が。これ、ワープしちゃってんな、多分。この風のマントじゃねえや。旗。旗振りして、旗振りを戻した時にみんな戻っていったって出るじゃないですか。その時に、ワープしてる臭い。うん、全員じゃないけどね。なるほどね。なかなかやってくれるよ。うん、100% とはいかなかったね。98%。はは、首突き入れてる。顔か。うん。面白いじゃない。どうでしょうか、皆さん、今回の動画。うん、僕的にはかなりのね、取れ高の高さだった気がするんですけど。バンバン弾け飛ばって。弾け飛ばってってなんだ。弾け飛んでね。うん、面白かったんじゃないかなって思いますけど。毒でもよかったけどね。まあマグマの方がダメージ多いんで、みんなね、生き残るために必死なんですよ。あ、みんなが戻っていった。なんかね、こうやってね、バグみたいな感じになっちゃうんだよね。みんなが戻っていった。あ、やべやべ、あー、脱出しちゃった。飯にすんべえとかっつってるし。あー、ポップしてんな。うん、ポップして脱出できちゃってるんだね。これはどうしようかな。どうすれば解決するんだろう。もう一段階分ぐらいガラスブロックを増やせばいけるかな。ねえ、ちょっとその作業をして今回終わろうか。水中トレーニングしてくれるかな。一回脱出させよう。死んでるやつは来ないのね。さてと、でも高さ的に届かねえな。
これね、あのビルダーアイ難しいんだよな、使うとき。ほら、こうなっちゃうんだよね。あ、来た。いや、ちょっと待って、これでパコンパコンパコンってできないんだ。どうしようかな、これめんどくさいな。あ、多分高さが理由じゃないんだよね、ポップしちゃうのって。まあいっか、これやんなくて。多分高さじゃないんで、すり抜けなんだよね。俺何回か NPC すり抜けるとこね見てるんで、ここでは違うけど、見てないけど。まあいいでしょう。はい、まあこんな作りになりましたとさ。あとはあわよくばトレーニングしてくれることを見たいところではありますが。これね、外観も結構作って頑張ったし、まあ、土ブロックでいかに見せるかっていうのもポイントですからね。あ、飯いっちゃうな、これ。飯いっちゃう。なかなか思うように動いてくれねえな。これだからやめられないんだよね。こいつらを思い通りにした時ってのは果てしなく楽しいんで。あ、いいぞいいぞ。いいねいいね。やれやれ。やっぱり思った通り楽しく動いてくれるぜ。水中なんでね、ちょっとスローなんですよね。これをね、見たかったのはね、あのバーチャファイター2っていう古い格ゲーがあって、その格ゲーのラスボスデュラルと戦うところが水中の中なんですよ。でこんな感じなんですよね。もうめちゃくちゃスローになっちゃうみたいな。おいおいおい、いいじゃないのよ。いいね。少し狭かったけど、まあしょうがないかな。よし、よかった。ここも見せることができて。相変わらず死んでる。いや、面白かったよ。じゃあ今回はね、一度ここで終わりたいと思います。まあ、次回何しようかな。なんか僕の頭の中で若干ね、今ネタ切れで、本当に次回もうマグマとか関係なしの追跡系のね、あのストーキングして見てく観察にしちゃうかもしれないんですが、ちょっとね、まあ、そこら辺は勘弁してください。また新しいのをね、作ろうと思ったら作って、アップロードしていくんで、気長に待っていただければなと思います。はい。では今回はここで一度終わりたいと思います。よろしければね、チャンネル登録、高評価、そしてコメントの方もね、よければよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。